皆さん、こんにちは。桃色クローバー Z の高木れにが14日、離婚したことを発表した。今日は、高木れにさんのことについて紹介します。まずは、高木れにさんの経歴とプロフィールから紹介します。高木れには、日本のアイドル歌手、タレント女優、桃色クローバー Z のメンバーで、イメージカラーは紫色、神奈川県出身で、県の選定により、東京オリンピックの聖火ランナーを務めた。2022年11月6日にプロ野球、中日の宇佐美慎吾捕手との結婚を電撃的に発表してから1年1ヶ月、人妻アイドルとして活動を続けてきたが、離婚も電撃的な発表となった。高木は公式 HP に、指示ではありますが、この度、宇佐美慎吾さんと離婚いたしましたことをご報告させていただきます。宇佐美さんと出会えたことはとても幸せでした。温かく見守ってくださった皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。お互いにより良い人生を歩んでいけたらと思いますと綴った。宇佐美選手も SNS で、関係者の皆様、応援してくださっているファンの皆様へとして、指示で大変恐縮ではございますが、この度高木れにさんと十分に話し合いの上離婚いたしましたことをここに報告させていただきますと伝えた。二人の出会いは2019年、高木の幼馴染でパフォーマーの田代翔平がキューピッドとなり、親交が生まれた。共に大型で6月生まれの同学年と共通項は多く、結婚発表当時は高木が波長が似ていて、前世は双子だったんじゃないかと思うくらいの相性の良さから交際に発展していったと説明していた。関東と北海道に分かれた遠距離交際だったが、22年シーズンのオフに宇佐美選手がプロポーズしてゴールイン。性配信番組で結婚発表をした4時間後には、デイリースポーツを夫婦で訪れ、律儀に2ショット会見を開く異例の対応も話題となった。高木れにさんと宇佐美慎吾さんが離婚した理由については、お二人のコメントでは触れられていません。SNS などでは、今回の離婚について、いくつか噂が出ているようですので、以降にまとめてみました。一つ目の理由として、遠距離生活が夫婦のすれ違いの原因になったのではというもの。高木れにさんの主な活動拠点は東京。宇佐美慎吾選手は結婚当初は北海道日本ハムファイターズということで北海道でした。その後、シーズン途中の2023年6月に中日ドラゴンズに移籍、本拠地を愛知に移しました。北海道から愛知ということで少しは東京に近く、新幹線で1本など移動しやすくはなりましたが、それでも遠距離であることに違いはありません。ただ結婚前から東京と北海道で遠距離恋愛をしており、その壁を乗り越えて結婚されているわけですから、遠距離であることが離婚の直接的な理由になったというのは考えにくいのかもしれませんね。彼女は東京が本拠地で旦那は北海道や愛知だもんな。ほぼ遠距離恋愛みたいなもんだから、会えない日々が続くし仕方ないね。彼女がアイドルを辞めていれば別だけど、確か現役だよね。二つ目の離婚理由として、宇佐美慎吾選手の中日への移籍です。週刊現代の記事によると、中日へのトレードが決まった後、中日の立浪監督から驚くべきコメントが飛んだそうです。立浪監督は宇佐美の奥さんが、人気アイドルグループ、桃色クローバー Z の、高木れにだと知らなかったそうで、トレードが決まった後に聞いて、そのことをなんで言わんかったんや。そんなやつ、いらん、と声を荒げたそうです。どうも奥さんが芸能人というのが嫌なようで、その理由はいまいち判然としないのですが、チャラチャラしていると思い込んでしまっているみたいです。しかも、この宇佐美選手への評価を、宇佐美選手本人にも伝えたというのです。直接なのか、人捨てなのかわかりませんが、高木が前面に出るようなことはするなと言い渡したそうです。確かに二人の SNS などを見ても、トレードが決まった時こそ高木がそのことに触れていますが、以降は全くお互いについて投稿していません。立浪監督は上下関係の厳しかった PL 学園出身で、スマートな選手よりもどちらかというと、ガッツのある選手を好む傾向があるそうです。クレバーな2選手をあえて放出した立浪監督、PL 学園校出身なだけあって、その指導方針は、
令和の時代になっても昭和のスポコンを彷彿とさせる心情は、調子が良くてもガッツのないやつは使わない、自身が若手時代に師と仰いだ子。星野仙一監督の教えを忠実に守っているように見えますが、大きく違うのは、荒削りな若手選手を我慢して使えないこと。意に沿わない選手は一度見切ったら最後、ファームに行かせて再昇格にも消極的です。こういった背景もあり、立浪監督のこの記事の内容がまことしやかに広まることとなったようです。うさみりこんと聞いて、この記事の信憑性が増してるの。もしれにちゃんとうさみさんの離婚理由が、立浪監督のあの発言のせいなら、それはパワハラで訴えていいと思う。三つ目の理由として、お互いに仕事が多忙によるすれ違いによるものです。宇佐美選手はシーズン途中で日本ハムから中日へトレード移籍しました。シーズン途中での移籍ということで、チームに溶け込み、チームで活躍するために集中されていたと思います。上で紹介した立浪監督の性格が本当だとすると、相当精神的にも仕事に専念せざるを得なかった可能性も考えられます。一方で、高木れにさんも現役のアイドル、テレビ出演やコンサートなどで超多忙な毎日を過ごされています。そんな超多忙なお二人ですから、ただでさえコミュニケーションが取りにくい別居生活で、その溝が深まってしまった可能性も考えられます。高木さんはアイドルといっても30歳、仕事を辞めずにいたらこのような発表になりそうな感じはしましたね。家庭より仕事を大ごとにする奥さんは、旦那さんの理解もないと難しそうですし、タレントと野球選手の結婚は難しそうですね。高木れにさんが離婚した理由について、公式の発表はありません。しかし、一部では宇佐美慎吾さんが、所属する中日ドラゴンズの立浪監督が、離婚原因ではないかと言われています。宇佐美慎吾さんは、2023年6月19日に、日本ハムファイターズから、中日ドラゴンズへのトレードが発表されました。このトレードは、宇佐美選手と斉藤綱木投手と郡司裕也選手、山本拓実投手の2対2の交換トレードでした。中日ドラゴンズは、キャッチャーのレギュラーである木下拓也選手が骨折で離脱したため、経験豊富なキャッチャーを補強する必要がありました。また、左投げのリリーフも手薄だったため、このトレードが行われたとみられます。立浪監督は宇佐美の奥さんが、人気アイドルグループ、桃色クローバー Z の高木れにだと知らなかったそうで、トレードが決まった後に聞いて、そのことをなんで言わんかったんや。そんなやつ、いらん、と声を荒げたそうです。どうも奥さんが芸能人というのが嫌なようで、その理由はいまいち判然としないのですが、チャラチャラしていると思い込んでしまっているみたいです。立浪監督のこのような態度は、夫婦間の自然な公私のバランスに影響を与え、宇佐美慎吾さんがチームでの役割と個人生活の間で圧力を感じることにつながった可能性があります。宇佐美慎吾さん本人にもこのことを伝えたそうです。直接なのか人づてなのかわかりませんが、高木が前面に出るようなことはするなと言い渡したそうです。確かに二人の SNS などを見てもトレードが決まった時こそ高木がそのことに触れていますが、以降は全くお互いについて投稿していません。高木れにさんが芸能人であることに対して、立浪監督が否定的な反応を示し、宇佐美慎吾さんに、高木が前面に出るようなことはするな、という指示を出したことが、夫妻の間に何らかのストレスを生じさせた可能性があります。通常、夫婦はプライベートと仕事の両方で互いをサポートし合います。立浪監督は、宇佐美慎吾さんに対して、高木れにさんが芸能人であることを前面に出さないように指示したと言われています。つまり、宇佐美さんが野球選手としての活動において、妻である高木さんの芸能活動や存在を隠すよう求められたということです。この指示は、宇佐美慎吾さんと高木さんがプライベートと仕事を厳密に分けることを強いるものでした。具体的には、公の場で高木れにさんに関する話題を避け、SNS などでの言及も控えるようになった可能性があります。このような分離は、二人の自然な関係性に影響を及ぼしたかもしれません。例えば、宇佐美慎吾さんが公の場で、高木れにさんのことを自然に話せない、または高木れにさんの活動に関与しにくいといった、
状況が生まれた可能性があります。これにより、夫婦としての共有体験や支え合いが難しくなり、関係にストレスが生じた可能性があります。このような圧力が長期間続いた場合、夫婦間のコミュニケーションや理解が難しくなり、結果として離婚に至る可能性があります。これはあくまで推測に基づくものであり、実際のところは宇佐美慎吾さんと高切れにさんのみが知る事情です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。